あ、なんか変なやつが耳になってる。あ、魔王いるじゃん。魔王どこだ。どうしようかな。上に行った方がいいか。チラチラチラ。あ、魔王。お前が欲しい。やったー、やったー。お、しかも肉も手に入った。お、なんかこれバグ。お、マジやったぜ。もうこんなこんな。こんなお化け大根とかいるか、ゴミが。やったー、骸骨魔王。あ、骸骨魔道か。そういうことか。あ、で、将軍ね。オッケー、将軍も手に入ったぞ。やったー、亡霊。子供戦車いらんわ。やったぜ。将軍来たー。将軍来たじゃねえよ。ガオー、まあ、骸骨魔王来た。骸骨魔王を何にするかだよな。肉にしまくるんだよな、とりあえず。後半で肉にしまくるんだっけ。あ、どうだっけ。まあいいや、とりあえず進むか。いや、待てよ、レベル上げた方がいいよな。肉は満腹度77か。いや、行くか。行くか。行こう。闇袋もあるから、もうちょっと下に行って闇袋4、あ、食って、レベル上げよう。それがいいな。とりあえず俺は下に行けばいいんだな。下に行って敵が強くなったとこ俺が食べちゃうと。いや、そもそもね、ブフをいっぱい増やしまくれば全然問題ないんだけどな。2回コードやったけど、あ、大丈夫だ。あ、やべやべ、ふざけるなよ。1対1で勝てんのか。食べてね、よいしょ。あ、倒せるんかい。まあいいや。あ、くそ、うぜ。いやいや、とりあえずここで誰が来た。誰が来た。ダンプフィニッシュ。あ、骸骨まで。くそ、ここでこれなんて最悪だ。はい、ほらほら、21か。まあ倒せるよ、これで。オッケー。どうしようかな。マジン。うわー、やっぱレベル上げとかなきゃいけんのかな、ここで。これ、ここに食っとくか。レベルがちょっと低すぎるよな、やっぱ。低すぎるよな、やっぱり。ちゃんと勉強してくれよ、やっぱな。ほら、ほら。飯がねえんだよな、飯が。飯大丈夫ほら。ほら。ほら。よし。よーし、回復して。オッケーオッケーオッケー。よし、とりあえず回復して。はい。はい。オッケー。おい。いた。これ食らうのかよ。まあいいや。無敵なのは変わりない。保存か。いいね。保存はいいぞ。骸骨までね。保存最高だな。やっぱレベルが低いか。どっかでレベル上げればよかったな、やっぱり。将軍のところでレベル上げるところだったな、やっぱり。ほら、ね。HP が低いな、やっぱり。82はダメだ。チラ見。お、将軍10じゃん。将軍やったー、レベル上げを。飯はないけど将軍がいるからレベル上げよう。踊るとかゲドロかよ。踊るとかいらねえよ。しょうがないか。チラ、あれ、どこ行ったんだ。チラ、
保存があるからな。大体どこにあるの。おお、おった。おい、もっと増えろ、もっと増えろ。レベルが少ねえんだよ、レベルが低いんだよ。さあどこにいる、敵はどこだ、敵はどこだ、私は誰だ、敵はここか、いない。チラ見よし、なんだよチラ。てかあいつどっから投げよ、敵はいないな。とりあえず走るか、とりあえず走りまくってて、おい、あ、うん、あ、うえー、さあ来い、ほれ、あ、腹減ってきたか。やっぱ腹減るんだよな。そう、回るがあったらな、回るがあってもどうしようもねえか。あー、敵がいないよ。大体この辺におるからな。おった、めっちゃいる。このくねくねでレベル上がりまくらんかなって無理か。そんな簡単なゲームだったらやってねえよ、やってねえよバカ野郎。敵がに、おお来た、おどろ、おい、さあ増えろ増えろ、どんどん増えろ、めっちゃ増えろ、もうめちゃめちゃ増えろ。いいよ、ダメだ、もう倒れそうだ、バカな、ここでかよ、ふざけるな、めっちゃレベル上がるところで。あ、なんか食べんとダメだな。おにぎりあったっけ、ないよな、やばいなこれ。どこで治って、まだレベル20だからな、なんか食わなきゃな。保存はだってあれもんな、あー、こんなんしかないもんな。くそ、どうしようかな、目薬いらんかも、目薬食って、これ食って、ガマグッチも意味ないしな。セルアーマー、うん、飯が欲しい。とりあえずもう一回パプレコピン食って、右折るやろ、落とし穴がある。レベル上げだな。よし、レベル上げてきました。今レベル25で16回で、ブフーがマイナス5。うん、攻撃0ですね。うん、まあいいかなと。で、ブフーの杖がこれと、あとこの中にね、1つと、この中に1つ、3つあるのでね、うん、ちょっとあれだな。ちゃんと、でかいよ。見る、ブフ出す、入れる、ブフで、これで3つある状態ですね。このブフが一番ね重要なアイテムだからな。でね、クロスアーマーのねおかげで火皮をねもらってます。盾をね、盾をもらって錆びないよバカ野郎。あ、将軍か。将軍も強いんだよな。HP が高くなったけど。お、将軍の肉いいね。もうこれ肉が少ないんだよな。肉が少ないし、今お腹の腹減りがやばいんですよね。あ、あ。なのでね、ちょっとな。ちょっとやばいんだよな。あ、またお前か。あ、なんか誰かになる。誰かになっちゃう。それはまずい。飛んでいけ。せめて飛んでいけ。よし。よし。誰もいない。いや、ドラゴンをね、なった時はびっくりしたけどね。あれでね、結構ね、助かったんだよね、実は。ほら。
ほらほら死ね死ね死ぬんだ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 、よし。呪われたらどうしようかな、ちょっと困るな。あ、冷やしウサギか。こいつはブフにして、ん、冷やしウサギってどういう効果なの、自分で回復するのか、わからんな。とりあえずこいつするか。おお、しまった。食ってみるか、ダメージ食らった後に食ってみよう。めっちゃ、あーん、来んなや来んなや。あ、死ねえ。うわ、経験値しょっぽいな。ちょっと食べてみようか。よしよし、おい、うん、あー、無敵になった。もう無敵だこれ。は、ウンドゥバがおるし。お、これめっちゃ最高やん。おえー、これ無敵やん。もうめっちゃ無敵。しかもあれブフやばいぞ。これクリアできるぞ、これだけで。あ、ナイフ様、調子なんじゃねえや、調子なんじゃねえや、調子なんじゃねえよ。ほら、一時しのぎ。はい、一時しのぎ、ほら。なに？なに？ほら。どうや？魔王をどこのタイミングで使えばいいかあんまわかんな。すっそ戻るか。飯がね、飯がないとマジきち。食った瞬間に、あれならんかな。なるわけないか。くねくねいらんな。飯でこんなに困るなんてありえねえ。とりあえず買いまくるか。お、これめっちゃいいじゃん。あのブフないな。あ、ブフある。これは確実に取るために闇袋を一回食べて。お、なんかあるし、全部拾おう。一回全部売るか。置いて置いて、落とし穴あったら最悪だ。しっ、はい、ゆっくりでいいぞ。さあ取るぞーい。ういー、とりあえずカバを装備して、金もう物がないからね。ウンドゥバ安っ。拾いまくれ拾いまくれー。何にしようかな。装備装備と場所替えね。オッケーオッケー。レイズ、魔人、パプレコキンに、どうしようかな。何がいるかだよな。これいらんか。ブフ打たれてる。ブフだけ十分な気がするけどな。こんな感じだったらギターもいらんな。骸骨窓もいらね。骸骨窓もいらんし、ギターの方もいらんな。出す、あ、出すじゃない、置く、置いて、どこだ、見る、これもいらん、骸骨窓いらん、よ
障害をいる取れないなんでやねん。グダグダやな。これも負けられないぜ。場所替えもいっか。いや、なんかいらんやろ。ゲージいらんやろ。よし、食べちゃえ、食べちゃえ。拾う。こいつうざいな。いや、普通に倒しちゃおう。ほら、回ってもいいぞ。よし。あと逃げるだけや。とりあえず天守で骨人はよし名前復帰吹き飛ばにこれは福岡痛み焼きだな分かんねえな場所替えしてよしよしさあ怖くないぞー敵が多いなちょっとうん万を期してアプレコ切っとくか。どっか行けどっか行けお前ら完全な安全で行くぞどっか行けお前ら敵多くない変な道いっぱい行ってんな敵多いなあ将軍将軍のとこ将軍死んで死神ができて死ぬっていうパターンもあるからこれ危ないあー、お前らどっか行かんか。敵多くない？なんで右に行かないの？あー、そういうことか。変な掘り方しときか。右もそうか。右と上が変な掘り方しときゃ。あいつらぐるぐる回ってんのか。これいけるんじゃない？あ、いけないね。無理だね。こいつらうぜー。うわー、これうざいな。ほら、俺はここにいるぞ。おい。あ、死ね。ついでに死ね。ほら、こっち集まれ。ほら、ほら、ほら、ほら。ほら。あ、お腹空いてきて、目は回ってきた。やばい。やばいぞ。非常にまずいぞ。あー、これやばいぞ。なかなかいけないな。相手の動きを見るんだ。ここだ。来た。よし。よーし、やっていけた。腹が減った。やばい。あー、踊る来い。踊る系来い。なんだお前は。うわ、癒しウサギかよ。お前うざいな。あ、結局これ何なのか分かってねえんだよな。埋めていくか、ほい。痛み分けじゃないし不幸じゃないしえ何痛み分けでもない不幸でもない吹き飛ばしでもないしあれなんだこれマジで分からんえ吹き飛ばしじゃなくて不幸じゃなくて何だくっそ中途半端な知識でやるからこうなるんだよどうしようかなあぶねびっくりしたまあ、連れて行こうやばくなったらやばくなったら使おう何かさあ階段どこですかーいほいほいオッケーもうダメだ倒れそうだバカな癒しウサギならさ永遠と死ねあそっかいいなかった
ブフ使うか。はい。痛いって。よし、あー飯食わなきゃな。魔人食っとくか。魔王を魔王で肉にしまくって肉食いまくるっていう手もあるけどな。まだそんな時じゃねえな。強い敵がいっぱいいる時にゃん。どっから撃ったんやつ。そう、あ階段降りる。モンスターハウスとか来んなよ。よしよし、この子ダメなんだけどな。将軍食っとくか。これでトドになれば。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。